前から気になっていた八重洲の献血ルームに行ってきました。2023年5月にオープンしました。これは待合室です。写真でわかる通りかなりおしゃれです。採血中は大きなソファに座り東京駅を見ながら採血します。 iPad で YouTube、テレビを見ることも可能です。こんな感じで東京駅が見えます。この動画で見るといまいちの景色に見えますが、実物はもっと素晴らしいです。この献血ルームは結晶成分献血専用となっています。全献血に比べると採血に時間がかかるので、こういう快適なソファ、綺麗な景色があると体への負荷が軽減しますね。こんな感じで行き交う人が見えます。新幹線ははっきりと見えず、出発到着がなんとなくわかる程度です。これは残念。この献血ルームはヤンマー東京の3階にあります。最近のビルはおしゃれですよね。3階のエレベーターホールです。壁がガラス張りになっており、そこにプランターが並べられています。おしゃれ、おしゃれ。これは1階のエレベーターホールです。これまたおしゃれ、おしゃれ。